つまり、バンカメは5年中期、1年短期、両方ともでズバリ。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はバンクオブアメリカ、バンカメですね。株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、バンクオブアメリカ、バンカメですけれども、はい、創業はですね、今から約240年前の1784年ということです。はい、ちなみにアメリカ独立宣言が出たのが1776年ということですね。日本はまだこの頃江戸時代中期、松平定信の寛政の改革とかっていうのをやってた頃に、もうバンクオブアメリカはですね、前身の銀行がですね、創業を開始しているということです。はい、歴史的に240年ということですね。はい、ちなみにですね、歴史とか名前からですね、バンクオブアメリカっていうのは、アメリカの中央銀行なのかというふうに、錯覚される場合もあるということなんですけれども、これはもう明確に違いますということですね。バンクオブアメリカですからね、アメリカの銀行という名前なので、中央銀行っていうふうに錯覚されてもおかしくないんですけど、これは明確に違いますということです。はい、バンクオブアメリカ、バンカメは普通の民間銀行ですね。だから日本の三菱 UFJ とか三井住友とかみずほとか、ああいった銀行とほぼ同じということです。はい、アメリカの中央銀行は FRB ということですね。 FRB が事実上日本の日本銀行と同じ役割を果たしているということです。はい、そしてですね、現在のバンカメですけれども、4事業に関してはですね、金融市場事業ですね。これは、例えば、バンクオブアメリカという銀行がですね、金融市場相手に、例えば他の金融機関、銀行とか、もしくは投資家とかを相手にですね、何か事業をやるということです。例えば、バンクオブアメリカで新しい投資信託を作って、その投資信託を金融市場に売ったりとか、もしくは単純に金融市場で取引されているですね、金融商品を安くで仕入れて高くで売るっていう、いわゆる取引、トレーディングとかですね、こういう、直接ですね、金融市場相手に、他の金融機関とか投資家相手に何か売り買いとか取引をする、もしくは投資信託を生成して販売するとかっていうのが一番の金融市場事業ということですね。こちらの方が売上の 31% ですということです。はい、で2番は資産管理運用業務ということで、これは顧客がですね、主に富裕層が中心ということですね。富裕層でお金がですね、比較的たくさん余っているという方々のですね、資産っていうのを代わりに管理するとか、もしくは運用で増やすとかっていう形ですね。この管理運用に伴う、例えば手数料収益とか、そういったものが、30% というふうになっています。はい、で銀行業務という形で言うならば、法人向けが 21% で個人向けが 18% ということですね。ただ、この銀行というのは商業銀行ですね。いわゆる預金を預かって貸付金を貸すという、普通の銀行もありますけれども、バンクオブアメリカはですね、投資銀行という形で、法人相手にですね、例えば直接金融ですよね、上場だとか M&A合併買収の支援とか、そういったこともやってますということです。だから商業銀行であり、なおかつ投資銀行でもあるということですね。2008年に投資銀行のメリル・リンチをですね、救済合併したこともあってということで、2008年っていうのはリーマンショックの年だったわけですよね。リーマンブラザーズっていう投資銀行の破綻ということで、じゃあ他の投資銀行はということで、全ての投資銀行っていうのが厳しくなったというのが、リーマンショックだったわけですけど、はい、当時、メリル・リンチはですね、米国三大投資銀行とも言われていたんですよね。すなわちですね、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、で、メリル・リンチですね。でも、この三大というふうに言われていた一行のメリル・リンチも、はっきり言ったら、事実上経営破綻したということで、救済合併したと、助けたということですよね。要するに単独ではもう、事業を継続する、経営を継続するということが、できない状態まで追い込まれたということで、
バンクオブアメリカがですね、メルリン市を、まあ、救済合併したということです。はい。だから、まあ、投資銀行っていうのが、まあ、そのままですね、まあ、結局、バンクオブアメリカの中に入ったということになるわけですね。はい。なので、まあ、富裕層向けの資産管理運用っていうのがですね、まあ、バンクオブアメリカにとっての、まあ、非常に大きな収益の柱の一つになっているということです。はい。なおですね、まあ、バンカメですけれども、まあ、全世界での銀行総資産ランキングっていう形で見た場合はですね、まあ、全世界8位の金融機関ということです。はい。上4つは、まあ、中国ということですね。まあ、中国の場合は、基本的には中国政府が大株主になっていて、あとは、じゃあどういう使い道をお金でしていくのかっていう使い道で銀行が分かれているということですよね。まあ、筆頭株主っていうか、大株主は全部中国という、中国政府ということです。中国交渉銀行ですね。それから建設銀行ですね。まあ、建設向けにお金を出す建設銀行ですね。で、中国農業銀行、中国銀行ということですね。まあ、上の4つはまあ中国ということです。はい。そして、5番が、JP モルガンチェース、アメリカですね。で、6番が三菱 UFJ で、まあ、日本ということです。で、7番が HSBC、香港で、今回やってるのが8位の、まあ、バンクオブアメリカということですね。アメリカということです。はい。ただしですね、まあ、全世界の、じゃあ今度は総資産じゃなくて、株式市場からの評価である時価総額ですね。要するに、今後どれだけ利益を大きく稼ぐかという、まあ、企業価値をですね、まあ、株式市場が評価している時価総額で見た場合っていうのは全世界3位の銀行ということです。はい。1位はアメリカの JP モルガンチェースで、まあ時価総額は約64兆円ということですね。はい。で、総資産1位の中国交渉銀行は時価総額で評価した場合は34兆円というふうになっています。はい。で、今回やってるのがアメリカのバンクオブアメリカ、バンカメということで時価総額31兆円ですね。で、まあ参考ということで、まあ日本の三菱 UFJ は時価総額が約16兆円ということなので、まあ、バンクオブアメリカは三菱 UFJ のまあ約2倍の時価総額で評価されているということです。なので、まあ、傾向としては中国、日本は総資産が大きいんだけど時価総額の評価は低いということですよね。はい、逆の言い方をしたらアメリカはまあ総資産以上にまあ時価総額の評価が高いということが言えます。はい、これはやっぱりお金の出口ですよね。総資産っていうのはある意味まあ入り口も入るわけですよね。いくらのお金を預金で預かってますかっていう、まあ、総資産っていう意味があるわけですけど、まあ、時価総額っていうことになると結局利益の稼ぎ力っていうことになるので、じゃあどうやってお金を稼ぐのかって言った時に、じゃあどこにお金を出すのかってことですよね。例えば預金者からお金を預かってます。じゃあその預かってるお金をどういうふうに使うのかっていうお金の使い道っていうのが、まあ、重要になってくるわけです。そのまあお金の使い道でどれだけですね、まあ、資金効率がよくですね、まあ、そのお金を使ってお金を稼ぐ、お金を増やしていくことができるのかといったときに、やっぱり中国とか三菱 UFJ みたいな日本っていうことになると、例えば中国に投資するとか日本に投資するよりはアメリカに投資した方がまあ利益が稼ぎやすいっていうのが、まあ株式市場のまあ評価ということですよね。まあ、特にまあ日本の三菱 UFJ とかっていうのは総資産大きいですけど、結構現預金っていう形でずっとまあ持ってるんですよね。まあ、結構運用に使わないで豊富な現預金っていう形でまあ持ってるっていうことになるので、まあ、株式市場の投資家からするとお金の使い方がまあもったいないという、まあ、そういう見方もあるわけですよね。まあ、三菱 UFJ からすると、まあ、日本のですね、まあ、有望なまあ投資案件っていうのがそれだけ少ないっていうことなのかもしれないんですけど、まあ、せっかく預金でものすごい金額を預かっているのに、まあ、結構余らして現預金という形で保有しているわけです。はい。対してやっぱりアメリカの JP モルガンチェースとか、もしくは今回のバンクオブアメリカ、バンカメに関しては、まあ、かなりやっぱりアメリカに対してですね、まあ、例えばアメリカの企業に貸し付けるとか、アメリカのまあ有価証券で運用するみたいな感じで、顧客から預かっているまあ預金っていうのはかなりですね、まあ、限界近くまで、まあ、それこそ9割みたいな感じで、まあ使ってと、運用する、まあ、投資をするわけですよね。まあ、積極的にお金を増やしに行ってるということですよね。まあ、そうすると利益の稼ぎ力が上ということで、まあ、企業価値の評価が高くなって時価総額株価も高く評価されるという、まあ、傾向になってますということです。なので、まあ、結局中国、日本は総資産は大きいんだけど、まあ、保守的ということですよね。まあ、その投資先が中国、日本よりも JP モルガンチェースとかバンカーメンみたいにアメリカの方がやっぱり魅力的っていうふうに
にまあ見られているということです。はい、ただですね、まあ、競合 JP モルガンと今度はバンカメということでアメリカの2社ですよね、っていうのでまあ比較していった場合、まあ、収益、まあ、売上に当たるものっていうのはJP モルガンチェースは直近5年の平均で言うと 4.2% 複利っていうような計算になるということです。はい。一方ですね、まあ、バンクオブアメリカに関しては直近5年っていう形で見た場合は、まあ、プラス 1.0% の複利ということになるんですけど、はい。まあ、はっきり言ったら伸びてないということですね。はい。で、またですね、今度は純利益っていうことなんですけれども、はい。これも直近5年をですね、まあ、結局利益のですね、まあ、複利成長っていうふうに考えた場合は、プラス 3.8% で純利益が成長しているっていうような数字になりますが、一方、まあ、今回のバンカメですね、バンクオブアメリカに関しては、まあ、直近5年を複利で、鳴らすと、まあ、マイナス 0.6% ということで、まあ、純利益の方もはっきり言って増えてないということです。はい。しかもですね、まあ、直近ですね、今度はもう5年じゃなくて1年という形で見た場合、まあ、21年から22年の1年間で、まあ、バンクオブアメリカバンカメを見た場合ということなんですけど、結局銀行っていうのはお金を調達してきて、それをお金をですね貸し付けたり、もしくは有価証券で運用したりっていう形で増やすというのが事業の中核ですよね。まあ、もちろんサービスですよね。まあ、実際に何か為替の決済をやるとか、何か顧客のために、法人顧客とか、もしくは個人顧客のために何かサービスを提供して、サービスで稼ぐっていう部分もかなり割合としては上がってますけれども、やっぱり銀行ならではの強みっていうのは、預かってる資金をどれだけお金を上手に使って増やせますかっていうのが一番銀行としては中心ということになるわけですよね。ってなった時に資金調達は顧客からのはっきり言ったら預金ということになるわけですよね。だからお金を預かってますということです。そうした時に21年一昨年っていうことになりますが、バンクオブアメリカは日本円で換算すると預金という形で309兆円預かってましたということですよね。で、実際それが原資ということになるわけですけど、そのうち292兆円は運用に回したということですね。はい。で、結局貸し付けがですね、292兆円運用で回して、内訳としては、企業に対しての貸し付けが日本円で141兆円、で有価証券での運用っていうのが151兆円というお金の使い方をしてましたということですね。で、22年に関しては預金が289兆円ということで20兆減ってるんですよね。で、これはバンクオブアメリカだけではないです。競合の世界1位の時価総額である JP モルガンチェースもこの1年っていうのは預金が減ってます。ここがやっぱり日本の銀行とアメリカの銀行の違いっていうところがあるわけですよね。日本の銀行はほぼほぼずっと預金は増え続けてるわけですよ。特に、例えば三大メガバンクの三菱 UFJ、三井住友、みずほ、ずっと預金っていうのは増えてますよね。それはやっぱり日本国民が預金するからっていうことになるわけですよね。積極的にどんどん預金っていうふうにするんで、銀行からすると、ある意味ほぼ自動的に毎年預金っていうのが増えていくということになるわけですよね。ところがアメリカの場合は必ずしもそうじゃないということですよね。例えば、圧倒的に現預金で持ってるよりも、有価証券で、個人がですよ、一個人が有価証券で運用するっていうのが、はっきり言ったら日本だったら10人に1人、 10% ぐらいの人しか結局現預金を株とか債券に変えて、それで運用で増やすというのをやってるのは10% ということで、約10人に1人しかやってないということですよね。だから圧倒的に9割の人っていうのは、基本的には預金ということになるわけです。はい。ところがアメリカはその4倍ですよね。 40% の人は実際何らか個人が有価証券ですよね、債券とか株とかっていうので運用しているということですよね。だからそんなにその現金での現預金っていうのに対して、日本人ほどアメリカ人の方がそんなに重要性っていうのを強く置いてないということですよね。だから余ってるんだったら、債券とか株に変えて、それで運用で増やすということをするということですよね。あとは21年から22年ということなんですけれども、物価が上昇してる、日本の物価上昇インフレとアメリカの物価上昇インフレではこれも全然違うんで、アメリカの物価上昇インフレっていうのはものすごいやっぱり率があるわけ、高いわけですよね。だから一生懸命 FRB は金利を引き上げて、なんとかインフレっていうのを沈静化しようということをやってるわけですけれども、物価上昇
昇傾向が非常に強いということで、単純にまあアメリカ人全体がまあ預金をですね、まあ、ある意味まあ減らしているということですよね。要するに今までと同じ生活をしようということになると、まあ、物価が高くなっているので預金が減っているという、まあ、そういう一面もあるというふうに考えられます。はい、なので、まあ、日本だったらまあ三菱 UFJ、 三井住友、みずほで、まあ、預金はですね基本的にはずっと増え続けているわけですけど、アメリカの場合はまあ JP モルガンチェイスとか今回のバンクオブアメリカみたいな、まあ、アメリカ1、2のまあ銀行だったとしても、まあ、21年から22年というのは預金が減っているという状態ですね。はい、で、まあ、289兆円がまあ原資になりますと。じゃあそれどうやって使ってましたかって言ったことで、まあ、284兆円は使いましたということですね。はい、で内訳としては、銀行への、法人企業ですね、法人企業に対しての貸し付けが154兆円ということで、こちらの方は13兆円増えてるんですけれども、はい、有価証券での運用っていうのが130兆ということで、まあ、21兆円減りましたということですよね。だから金利が引き上がります。で、金利が引き上がると現預金の価値が上がって債券の価値が下がるわけですよね。ってなると銀行バンクオブアメリカが、まあ、結局債券で運用してたものっていうのが含み損ということで評価が下がるということですよね。まあ、それで、まあ、結局、まあ、中堅中小っていうのは、まあ、結局潰れたということもあったわけですよね。まあ、例えば、まあ、ニュースで大々的に報じられたのはシリコンバレー銀行ですよね。シリコンバレー銀行に関しては、まあ、結局ですね、シリコンバレーっていうのはアメリカの最先端の地域ですよね。カリフォルニア州のサンフランシスコ周辺、サンノゼとか、ああいったところが、まあ、一番中心の地域がシリコンバレー銀行ということになるわけですけど、まあ、最先端ハイテクっていうことであればあるほど、結局企業家は銀行から融資してもらえないんで、投資家から直接投資してもらうということになるわけですよね。ってなると、まあ、結局シリコンバレーの企業家っていうのはどんどんですね、まあ投資家からですね直接お金を出してもらうと。で、銀行からあんまり借りないということだったわけですよね。だからシリコンバレー銀行は普通の銀行に比べてさらに、まあ、貸し付けよりも有価証券での運用割合っていうのが高かったということです。そこに急激な金利の引き上げがあって、金利が引き上がったってことは現預金の価値が上がったんで有価証券の価値が大きく下がったわけですよね。で、それで有価証券が、まあ、含み損という形で、まあ、貸借対照表が大きく、まあ、毀損したわけですけれども、まあ、数字がものすごく悪化したわけで、その数字を見た、まあ、はっきり言ったら投資家がですね、あ、もしかしたらシリコンバレー銀行危ないんじゃないかということで、まあ、それでまあ噂が流れて一気にまあ預金の引き出しっていうのが起こって、まあ、事実上破綻というふうになったっていうのがまあシリコンバレー銀行だったわけですよね。まあ、あのシリコンバレー銀行っていうのはまあ中堅だったので、まあ、そんなにアメリカ経済全体には大きな影響を与えなかったわけですが、規模こそ違え、まあ、実際今回のまあバンクオブアメリカみたいないわゆるメガバンクでもまあ似たようなことは起きているということですよね。だから金利が引き上がりました。で、有価証券で運用してたんだけど、結局まあ151兆円が130兆ということで1年間で21兆円まあ資産を減らしたというような、まあ、そういう数字になっているということです。はい、つまりですね、まあ、バンクオブアメリカ、バンカメはですね、まあ、5年間の中期っていう形で見たとしても、1年間の短期っていうふうに見たとしても、両方ともでズバリ伸びてないんですよね。まあ、特に競合JP モルガンチェイスと比べて伸びてないということです。はい、であればですね、まあ、人も組織も習慣の生き物である以上、かつてのメリル・リンチ救済合併のような、まあ、大きな出来事でも起こさない限りは、まあ、バンクオブアメリカ、バンカメはですね、まあ、今後も伸びないというふうに分析しています。はい、以上、まあ、バンカメをまとめていくと、はい、まあ、強みとしてはですね、まあ、かつてのですね、まあ、アメリカ3位のですね、まあ、投資銀行を救済合併したということもあって、まあ、富裕層向けの資産管理運用っていうのが、まあ、収益の大きな柱になってますということですね。ここに、まあ、一つ大きな特徴があるということです。はい、ただ現実ですね、まあ、はっきり言ったら中長期的にも直近でも、業績は伸ばせてないということです。はい、なので、まあ、何か大きな出来事でも起こさない限りは、まあ、このままですね、まあ、バンクオブアメリカは、まあ、はっきり言って利益成長という意味では伸びない可能性が高いというふうに分析しています。はい、であればですね、まあ、利益が横ばいというのであれば、利益の合計金額である企業価値も横ばいなので、株式市場からの評価時価総額も横ばいということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、バンクオブアメリカ今後の株価はですね、5287円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ちなみにですね、まあ、米ドル表記で言うならば35ドル近辺で横ばいという予想になります。
はい、ということで今回はバンクオブアメリカ、バンカメですね、株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということですね、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者という、まあ、動画ですね、はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。3点目です。AI 革命 2.0 ということで広告案件です。これから来る大いに期待されている AI に関連して AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう